ちまして神宮球場での全日程が終了いたしました。ファンの皆様、1年間温かいご声援ありがとうございました。はじめに今シーズンの戦いを振り返る VTR をご覧いただきます。どうぞスーパーカラービジョンにご注目ください。やり返せをスローガンに王座奪還を目指し臨んだ今シーズン、逆転勝ちで3年連続開幕戦を勝利で飾ったスワローズでしたが、振り返るとその道のりは困難の連続でした。その後キャプテンの離脱や切り込み隊長の不在など歯車が噛み合わない日々、ただそんな中でもヤングスワローズたちが次々と覚醒、若い力がチームに活気と勢いを与えてくれました。新加入の増田、支配下契約を勝ち取った岩田、期待のスラッガー澤井のプロ初アーチ、すると主力たちも黙っていられません。山田と新加入西川、同学年の共演、バッテリー陣も苦しい中で勝利への意思を乗せ数々の見せ場を届けてくれました。オスナ・サンタナコンビは健在、開幕投手を務めたサイスリーグを中心に投手陣も大車輪の活躍でした。俺たちだって負けてない、球界最年長石川雅則がデビューから2回3連続勝利、ガンガの切り札あなたもチームには欠かせません。そして何より
you got it, yeah, yeah, you got it like that. When you got it like that. Got it like that.